扱っているのは、鮮度が命、繊細な食材、渡り蟹。この道一筋34年の料理人、浜田健二。渡り蟹を知り尽くした男が作り出すのは、客をうならせる絶品料理。多くの食通に愛されてきたこの店、実は今崖っぷちに立たされている。緊急事態宣言マンボウになれば10人ぐらいのバスツアーも軒並み全てキャンセルで、あ、このままじゃうちも潰れるなと。ところが息子は、家をまあ継ぐっていう形にそういう方向に行こうかなっていうのを考えてるんですけど、もう絶対うちは継がんといてくれと、もう僕らで終わりにしないんで。コロナ禍に翻弄される老舗料理店、職人かたぎの父親とそれを支える家族の絆を覗き見。こんにちは。こんにちは。うちこがパンパンですね。創業して58年になる渡り蟹料理専門の割烹松屋。切り盛りしているのは2代目店主の健治、そして妻の吉美、はい。会社勤めをしていた長女のエリカは退職して店に入った。大学4年生の長男マサキは将来の展望が定まらない中、アルバイトで手伝っている。失礼いたします。すいません、ちょっと水槽から渡り蟹、おー、すごい、はい、入れてきました。すごいですね。12月から5月の末ぐらいの蟹が旬です。その後またお蘇我に行きますので、年中水槽にはオスとメスに分かれて泳いでおります。渡り蟹は死んでしまうと匂いがきついため、生きた渡り蟹だけを調理するのが賢治のポリシーだ。そうすることで渡り蟹特有の濃厚な旨味を楽しめるという。かつては大阪泉州沖でよく取れた渡り蟹だが、近年は漁獲量が減少、取り扱う店も少なくなり、遠方から本物の渡り蟹の味を求めてやってくる客も少なくない。え、これ入ってる。そうそう、足から締めて、すごい、あ、こんだけ味が濃いやん、うん。まあ、今これでざっと70匹80匹いてると思うんですけど、毎日こっから1割は死んじゃうんですよ。渡り蟹が一番大変なのは、死んでしまうと使い物にならないんですよ。渡り蟹はデリケートな生き物。水温、塩分濃度、水の透明度や水流、一つでもバランスが崩れるとすぐに死んでしまう。店が休みの日でも1日に3回1匹ずつカニの状態をチェックしているが、1年に1回か2回全部死んでしまう。だいたい普通でも1週間しか持たないんで、もう泣きますよ。松屋が泉佐野市で開業したのは昭和39年。折しも高度経済成長期で国民が豊かになっていく中、店は大繁盛。何人もの従業員を雇い、店は客で連日にぎわっていたという。まあ、父親は一回も継いでくれとは言わへんかったんですけど、まあ、母親がやることないんやったらやってみるのも一つと違うかということで、
大学を卒業した賢治は京都の料亭で4年間修行。その後実家に戻り松屋で働くようになったのだが、店を飲み込もうとする大きな波が押し寄せた。バブルの崩壊だ。あ、このままじゃうちも潰れるなと。やっぱりうちより、その当時でもうちより古い料理屋さんも全て淘汰されてましたんで、なんとかここは守っていかないといけないなっていうので、スイッチが入ったような気しますね。それまではタイを使った料理も出していたが、渡りガニだけで勝負することを決めた。生きた渡りガニにこだわり、渡りガニ本来の味を提供することで固定客をつかみ、なんとか店を守ってきたのだが、今度はコロナ禍という波が店を襲った。何人も従業員を抱えた大所帯から家族経営に切り替え、客は1日3組に限定するしかない状況だ。それで、タイム合わせて5分。はいって言うたらええねん、今やってるというわけだ。先行きの不安からか、しばしばトゲトゲしい言葉が口をつく。コロナ対策で営業時間を短縮している今、家族が揃って食卓を囲む機会が増えた。お父さん、お店では結構厳しそうね。私のこと思って言ってくれてるんやなっていうのは伝わってくるので。ほんまか。で、今はもう耐えて笑いで食卓が和むことがあるが、お酒が進むにつれて口をついて出るのは店のこと。いい時代はね、商売ってこんな楽しいんやっていうような感じですけど、逆になってくるともう全部自分らで何もかも見ていかなあかんので、もうね、ちょっとのたまった貯金も全部吐き出さなあかんっていう。若い時はね、まだお父さんもね、いらっしゃったので、まあ、父の後をね、見てるっていう形だったんですけども、最近はやっぱりね、もうこんな時代になってきて、ずいぶん責任感と、はい。まあ、よう働くで。すごい働くと思います。真面目ですね、うん、こんな人じゃなかったんやけどね。もうそれちゃんと先頭生きていかねえ。そんな父の姿を見てきた長男の正樹、店のことをどう考えているのだろうか。まあ、まだその父親とまあ話しているところではあるんですけど、まあ、とりあえずまあ父がの家をまあ継ぐっていう形に、そういう方向に行こうかなっていうのを考えてるんですけど、全然昔は継ぎたくなかったですね。で、継ごうって変わったのはもうほんと最近で、お店で人が板前さんもいなくなって、パートの女の人もいなくなって、で家族で助け合わなあかんっていう時になって、コロナ禍の過酷な現実を見て、将来に対する考え方が変わってきたというのだが。もう絶対うちは継がんといてくれと。もう僕らで終わりにしたいんで。まあなんでそんなこと言うんっていうのは、やっぱりなかなか大変な仕事やし、まあ自分でやりたいことがあれば、うん、そっちの方に邁進していってくれたらいいし。とても複雑な気持ちですね。この後大変なことがたくさんあるので、それを頑張ってやっていけるかっていうのがすごく
大変なことにね耐えていけるかっていうのがすごく不安ですね。渡りガニと共に時代に翻弄されてきた日々、これまで味わった苦労の数々が思い出され、息子の選択を素直に受け入れられない。昨日泉佐野は大方10日ぶりに昨日行ったみたいですけど、何にも取れへんらしいですね。もともと松屋では泉佐野漁港に水揚げされる渡りガニを調理していた。しかし海の環境が変化したことや漁師の後継者不足などが原因で年々漁獲量が減少。今では他県産の渡りガニを取り寄せなければならなくなった。これが大阪湾ですね。で、これが愛媛やったり、これが岡山で山口とかですね。特に今年は海が荒れて漁に出られない日が続いたため、仕入れ価格も倍以上になっているという。まあ先行きね、これが10年、20年、30年になると、この仕事も続けていけるんかどうか。気楽な学生生活から社会の荒波に飛び込もうとする長男。老舗の料理店を継ぐにはそれ相応の覚悟が必要だ。まあこの仕事っていうのは割と朝から晩までっていう仕事もやし、いろいろと勉強していかなあかんこともあるし、それはそれなりに覚悟を決めて一生懸命していってもらうとできへん仕事やと思うわ。それを継続的に真面目にやっていけるかどうか。覚悟はできてますか？なんでこんな覚悟って一回聞いてるの？どの仕事でもそういうことをやる気になってやらんとできへんさかいやん。覚悟っていうのはお前らには聞き慣れん話かもわからへんけど、いや大層やで、やっぱり仕事をするっていうのは。邪魔くさいと思ってることやとか嫌やと思ってることを俺らは粛々とするしか方法がない。賢治は創業者の先代から店を引き継いだ時、渡りガニ一本で勝負すると覚悟を決めた。それに比べて長男の正樹は何とも頼りなく映るのかも。覚悟の意味、本当に分かってるのかな。この時こうして、ここのこれを取って、これを取って、でここに見えてんのが全部土やね、砂やね。でこの砂挟まない、でこうして挟んでくるで、まあちょっとずつ教えろかなと。まあ最近ちょっと変わってきてるんで、覚悟を持ってやる気が出てきましたか。カニ掴んだことある？な、こう掴むね。でこういうやつはこれがここまでこうやって曲がってくるから、絶対に深くやると挟まれる。大阪名物渡りガニ、濃厚な味わいに惹かれて全国から客がやってくる。父親のような一人前の料理人に正樹もいつかなれるかな。